どうも皆さん、こんばんは。わしはポケットモンスターでおなじみ、オーキド博士じゃ。ここに3匹のポケモンがおるじゃろう。どこにいるんですか。さあ、ということで、今回は一体何をするんじゃ、3匹のポケモン。一人の人間です。一人の人間。ああ、そうかな。ピピカチュウ。捕まえようとしてる。捕まえようとしてます。お前をこうしてこうしてこうじゃ。ヤンキーみたいな。わしに歯向かうとこうじゃ。ちょっとキャー崩壊が。本日はですね、こちらに並べてある通り、ポケモンカードゲームソード&シールドの強化拡張パック、白熱のアルカナをですね、大丈夫ですか、博士。なるほどな、今回はこれで、あの、いつも通り回復して。一攫千金シリーズですね。一攫千金シリーズじゃな。はい、ですね、はい、いつもは、あの、マネーの方に買っていただいて、動画にしているのですが。はい、爆破の激アツ企画でしょ、ね。そうだったんじゃ。はい、だけどな。あの、今までのこの一攫千金シリーズが、はい、あまりにも伸びているということで、はい、自腹で購入しました。うん、自腹で元取れると。それでも多分バックワードじゃ。さあ、ということで、こちらのあたりをじゃあ教えてくれるかな、サケシ。サケシ、セレナっていうトレーナーの SR カードがありました。うん、これがですね、4万5千円から取引されています。まあまあ。振り袖というこのキャラクターですね。人間の名前か。そうですね。あ、なるほど。これの SR が9000円から1万1000円。おお、なるほどな。まあ大体そんなところってとこじゃな。そうですね。だ、今回はその大当たりのセレナという女の子のカードを当てると、はい、すごいことになるちゅうことじゃな。もうこれでもう再生数関係なく。うわー、やばい。興奮しちゃった。やばい。わしな、はい、あのアイコスを買いたいんじゃ。アイコスが欲しいんじゃ、わしは。じゃあ早速、みんなもアイコスゲットじゃぞ。普通に買え。終わった人。うん、ピッ、ピカちゃん。飛んじゃったよ。わしの4万が。まだわかんない。わしの4万が。まだわかんないですって。見ていくぞ。ゴミじゃ。はい、次行くぞ。はい、はい、ピカチュウ。おー、カイオーガじゃ。君はカイオーガというポケモンを知っているかな。いや、わかんないですね。カイオーガというポケモンはな、シャチとクジラをなんか足して2で割ってこういるじゃん、そいつが。そこにシャモジをこうぶってあったみたいな。でシャチとクジラ足して2で割ったものにあのシャモジをこうクッて両方足したみたいな見た目をしています。さあ、ちなみにカイオガの値段はいくらかな、たけし。それがレアですかね。メルカリでですね、うん、80円で取引されます。ザコポケモンじゃな。ちょっと伝説ポケモンでしょ。まあいいや、燃やしといてくれ、これ最悪のこいつ。はい、ここでいく。おカイオガ、今日の晩飯買い物だ。みんなもポケモンゲットじゃぞ。腕落ちましたね。え、よかったくない。いや、まあよかったんですけど、そのなんか、え、なんかもっとインパクト。あ、それぞれなんか私が高望みしちゃっただけです。いや、それ一発目から、はい、そんな下ネタとかは言わんぞ。あ、そうですか。もうちょっとルールでやってるって言ったらお前怖い。やめてやってもいいんだぞ。じゃあ次行くぞ。はい、はい、ピピカチュウ。うわ、光ってる。え、え、なんかやばそう。あ、やばい、出た。え、出ちゃった。あ、押しこぼれそうになっちゃった。やばいやばい、どうしようどうしよう。え、サーナイトのなんか CHR って書いてあるんだけど、え、これそうでしょ。待ってくださいね。え、絶対そうやって。え、そのサーナイトの CHR の値段がですね、150円から2円。え、嘘だって。訴えてやるぞ。誰よこのサイト。うわ、4回目にしていたと思った。最悪だこいつ。一気にゼロになりましたからね。それで、はい、じゃあここでいく。はい、サーナイト150円、強ザミじゃ。ちょっと畜生だよ。はい、ピカチュウ。まあ一応マギアナ、なんかマギアナ V というポケモンじゃろ。君はマギアナというポケモンを知っておるかの。いや、わかんないっす。マジで知らん。他
ケモンかこれ。ポケモンだろ。パタモンの進化系じゃないか。デジモンじゃねえよ。パタモン進化のやつじゃないか。デジモンじゃないです、ポケモンです。エンジェモンの次じゃろ。これエンジェモンの次じゃろこれ。違え違え、違うか。はい、ここで一句。マギアナのうんち出すとこバジアップ。マギアナとマジアマギマジアナマジアナマジアナ V ピッピカチュウジェー。どうしました。じゃあまず、はい、これから見せよう。ラブカスじゃん。ラブカス、こいつはガンポケモンじゃん。続いてマスキッパじゃん。マスキッパ、こいつもガンポケモンじゃん。お前ここら辺知ってるだろ。アローラロコンと、そしてアローラロコン V スター。これは光っとるぞ。値段が77円。なんか虹色に光ってるのが1100円で、じゃそっちに属しますかね。それはいや属さない、絶対。じゃあ77円ですね。いやだから投げんなって。ああ博士、老体に響きますよ。もう一個も読まん。ピッピカ。真似しろよ。まあ足らなかったけど、わしの好きなポケモンが出てきたの。ストライクじゃ。ストライク博士お好きなんですか。うん、君はストライクというポケモンを知っておるかな。いや知らないです、ね、ストライクというポケモンはカマキリみたいなポケモンで、それ以上でもそれ以下でもないの。ここで一句。カマキリが、はい、道歩いてる時に道路の真ん中いるけど、あれなんなん。あれなんでな。詳しい方はコメント欄で教えてください。あとストライクで読むよ。はい、ピッピカチュウ。見んでもわかるゴミじゃ。わかんない。わかんないか、わしは諦めとるぞ。だあ、惜しい。え、うん、え、またちょっとあんま信用できないですよ。セレナの SR。 え、これどっち。ちょっと、ええ、あったっ。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、ボトンのトーク。ああ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 。ちょちょちょ、スリーブ、スリーブに入れて、ちょっと。ちゃんと見せてください。え、これ、え、これ。そうですね。いや、怖い怖いって。ウィリーウォンカの金の正体近くて当てたみたいになってる。絶対これ SR って書いてあるもん。ウィリーウォンカ、ウィリーウォンカ。それはそれは金のチケットの方で。あ、そうなんか。じゃあもうこれマジでゴミじゃん。わかんないって。あれですよ、他にその振り袖っていう人の SR。 ああ、なるほどの。まだ出てないですよね。確かに出てないの。全然可能性ありますよ博士。え、ピカチュウ K って書いてあるんじゃん。輝く風鈴。ちょっと待って、あと動揺しすぎてこれで一句読んでないんだけど。あ、そうだ、確かに。絶対読むべきじゃん。確かに。まあ順番にこっちから行くぞ。セレナで、ここで行く。ほんと気をつけてください。セレナちゃん落としたぐらいで、ほんと気をつけてください、じゃねえよ。じゃねえよ。じゃあ輝く風鈴で、ここで行く。風鈴の、はい、この部分は、風ティンティン。どういうことって言ったら面白いですかね。って言ったら面白いですかね。うるせえ、聞くなこっちに。フーティンティンって何、誰のってこと。で、フーティン。どこのチンチンだったらウェアティンティンってなってこと。そういうこと。なるほどな。いつだったらウェイベティンティンってなる。ベピカチュウミュウツーじゃ。ミュウツー、君はミュウツーというポケモンを知ってるかな。いや、あんま知らないです。ミュウツーというポケモンはミュウの遺伝子から作られた人工的なポケモンなんじゃ。ほうほう。なんか今こういう設定のポケモンを出すと、はい、
教育委員会とかが怒るんじゃろうな。ポリコレにはちょっと違反している感じはするな。ポリコレ関係ないけど。ちょっとな。倫理的なって話でしょ。そうそう、人工生物を。それの子供、うん。そう、よくないよな。なんでそういう時だけコンプラ配慮できんの。一応読んどくぞ、はい、ここで一句。ポリコレって最初聞いた時、はい、モデルのイベントかと思った。ポリコレねとかね。じゃあ次、ミュウツーはピピカチュウ。ハッサムじゃ。ハッサム、ハッサムというポケモンは君は知っているかな。知らないですね。何じゃろこいつは。パッと出てこい、博士なんだから。なんか赤いわ。見りゃわかるわ。なんか赤いわ。見りゃわかる。赤いの、赤いやつじゃ。さあラストじゃ、はい、泣いても笑ってもラストじゃぞ、はい、泣いてもいいぞ、笑ってもいいぞ、でもラストじゃ、笑ってもいいぞ、その後に泣いてもいい、でもラストなんじゃ。うるせえ、泣きと。でぇー、うわー、いや悪くないはずじゃ。レッシュラムじゃ。レッシュラム、いや、レッシュラムというポケモンを知っておるかな。知らないですね。このレッシュラムというポケモンは炎の神様みたいなポケモンじゃな。神様みたいなで、神様ではないです。神様ではないんじゃないか。ないのか。あ、それがですね、お値段がですね80円ほどですか。80円ほど。サイトによっては180円で取引されてます。でもそんな程度変わらん。100円でかいですよ。いや、100円はマシも前でかいと思っとったぞ、はい、でも今6万あるから変わらん。変わらん。じゃあ最後これで1個読むぞ、はい、レシラムがいくらであっても、はい、正直盛り上がってなかったと思う。なぜなら6万持ってるから、6万当たったから。じゃあさあ最後にもう一度わしの6万をみんなに見せてやるぞ。わしの6万円じゃ。誰のものでもないわしのものじゃ。これはどうしようと、わしの勝手。6万当たってから如実にリアクションが面白くなる。これ6万円をショップ、カードショップで持っていって、持って行って、次回は、アイコス開封編でお会いしましょう。